約1年ちょっと去年はずっと現場が一緒だったので、なんだか最近現場で会うことがなく、逆に変な違和感を感じております。吉沢くんはすごく繊細なお芝居も、カッコとしたコメディのお芝居も器用に演じられていらっしゃるので、すごく一緒に現場にいて刺激をたくさんいただきました。ありがとう。いや嬉しいですね。本当に今回のショーとかも、もちろん大森さんもそうですし、あのなっちゃん、あのその広瀬すずさんがなっちゃんじゃなかったら多分こんなショーはいただけなかったんじゃないかなっていうぐらいに、あのなっちゃん役の広瀬すずさんにも、あの大森先生にも、あの大変